王様の剣を見たよ。まさかな、ディズニーがベタベタなアーサー王伝説をな、映像化するとは思わなかった。そしてまあ最初に見て、あ、アーサー王伝説の話なんだなってこう想像して、こうやるだろうなっていうエピソードね、すべてもうほぼほぼない全く、なんていうか、最初に見てさ、ああ、多分こういう話になっていくんだろうなっていう想像をすべてね、当てはまらないような映画。なんなんだ。魚になるパートとリスになるパートと鳥になるパートが長すぎるだろ、いくらなんだか。ほぼほぼそれじゃねえか。マジでなんだろうこれ打ち切りみたいな終わり方だった。驚いちまった。え、まあマーリンはなんか結構いいね、ああいうなんかああいうおじいちゃんキャラは好きなんだけどね。うん、なんだろうね、二人のキャラはいいんだけどな、キャラはいいんだけどだけどもっとこうあるドラマがあるかなと思ったんだけど、こう知恵とかさ、散々教育とかさ、知恵は大事なんだぞ、力より知恵が大事なんだぞさ、絶対それで何かこう現状を打破すると思ったじゃない、そういうなんかそんな、なんかこう魚になっては言われ、リスになっては言われやると思ったのにさ、何剣抜いて、はい、すべて解決しましたって、どういうことよ。何の知恵も使ってないじゃない。まあ、あと一つね、アルキメデスを見てさ、アラジンのあの鳥を思い出した。イーゴーだったっけ？なんだったっけ？名前ちょっと忘れちゃった。いつも覚えてるはずなんだけどな。今なんかさっと出そうと思ったら出ない。あのオウムになんかちょっとキャラが似てるなと。まあ、あのオウムは30年後なんですけどね。この作品から。